新橋プレゼンツスーパースターフェスタ2020 SG 第35回スーパースター王座決定戦、密は密でも濃密な3分間がいよいよ始まります。この一戦を制すること、それは最高のステータス。 SG 第35回スーパースター王座決定戦スタートしました。インコースから青山が飛び出していきました。さらには圭一郎が続いていく。佐藤真也、今日はスタートはいきませんでした。内側からくるっと回るか、荒尾聡は4番手あたりからの競争になりました。さあ宿命のライバル青山周平と鈴木圭一郎が早くも1周回から対峙するような状況になりました。内側からスッと上位をかかってくるのは荒尾であります。荒尾がまとめて捉えた1コーナーから2コーナーでは荒尾が3番手に上がっています。中段4番手には佐藤真也、その後ろ5番手には早川誠太郎が上がっています。先頭は1番の青山周平であります。追走する4番の鈴木圭一郎、2番手からさあ1番の青山周平、宿敵をかわせるかどうか。おお、鈴木圭一郎のまくり、これは食い止めている青山周平がおります。青山周平が先頭だ。4番の鈴木圭一郎にこの周回は当選帽しながらの序盤から中盤の周回だ。残りは7周回、レースはまだまだ始まったばかり。ドラマが凝縮されている長距離ディスタンスであります。3番手から荒尾聡、さあチャンスがあるか。1番の青山周平が後ろを抑える競争になっています。1番の青山がレースをリードしています。2番手は鈴木圭一郎、3番手は荒尾聡、その後ろ、さあ佐藤真也を捉えたのは早川誠太郎であります。さあ内側からくるっと回った荒尾聡、3番手から2番手は見えるのか。2番手3番手の両選手は日本選手権の再現になっている。そこから早川のまくり、残りは5周回、いつものようにスピードを持って回れるような青山周平の状況ではないようであります。さあ2番手の際は荒尾が今度は4番の鈴木一郎の内側をついて、さあこの辺りは雪辱なるか。外から早川誠太郎も来ております。残りは4周回、鈴木一郎と荒尾聡が牽制合戦になっています。外から早川誠太郎が活路を見出すのか。早川3番手に上がった。先頭2番手依然として青山周平と鈴木一郎の攻防になっています。我慢する競争になりました。いよいよレーサー終盤戦、8番の佐々木まで現れました。さあ2番の荒尾聡、先月の日本選手権優勝は幻と消えました。3番手から活路を開けるのか、活路を開けるのか。4番の鈴木一郎が壁になっている。早川も目の前が開かない。残りは2周回、さあ青山が後続を翻弄する競争になっていまして、まさに2番手以降各選手がパニックになっております。1番の青山が先頭だ。鈴木一郎2番手ここまでなのか。4コーナーを立ち上がりました。おっと3番手は接触があった。残り1周、鈴木一郎捨て身のまくり、鈴木一郎捨て身のまくり、受け止めている。これが威風堂々ナンバーワン青山周平のライディングであります。最終コーナー先頭は青山だ。2番手は鈴木一郎、最後の直線勝負、鈴木一郎が並ぶ、鈴木一郎が並ぶ、接戦ゴール、青山か鈴木一郎か。際どい争いになりました。優勝戦スーパースター王座決定戦、これは分からない。わずかに青山スーパースター連覇のゴール、そして2年連続の賞金王、実況でお伝えしました。第12レーススーパースター王座決定戦ご覧いただきました。青山選手先頭ゴール切っています。スーパースター王座決定戦連覇となった模様です。ロッカーに戻って各選手に挨拶している様子をご覧いただいています。いや、青山選手は序盤から、はい、やっぱりなかなかちぎれないというそんな状況でしたね、うん、そうでしたね。でも それならそれと、うん、しっかり策を練って最後まで抑え切りましたね、うん、鈴木圭一郎選手も本当に最後の最後に、ね、勝負かけに行ったんですが、そうですね、2着1着確定です。1番2着4番3着2番以上でございました。第12レーススーパースター王座決定戦の確定です。優勝1番青山周平、2着4番鈴木圭一郎、3着2番荒尾聡でした。優勝しました青山選手の競争タイム 3.363 青山選手は通算565勝目、そして60度目の優勝、
スーパースター王座決定戦は連覇です。青山選手、優勝おめでとうございます。注目の結果は？改めまして青山選手に大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。去年に続いての連覇となりましたが、今のお気持ちいかがでしょうか？非常に嬉しいです。はい、今日はピットではどんな風に過ごされていらっしゃったんですか？思想でちょっとドドドが来てたので、まあ、とにかくスタートに集中して、まあ、締めるレースになってしまったんですけど、もう絶対に守ろうと思いました。はい、では早速レースのお話を伺っていきたいと思います。スタートから振り返ってみていかがでしょうか？もうスタートは、すごく切れたので、もうちょっと余裕を持って1コーナーに突っ込めました。道中は鈴木選手がずっと後ろから迫ってくる形でしたが、そのあたりはどんな意識で臨んでましたか？もう絶対に抜かれてはならないと思って、なんとか、まあ、ちょっとかっこ悪い走りにはなってしまったんですけど、もう絶対に守ろうと思いました。足色としてはどうだったんでしょうか？足色は負けてましたけど、気持ちでは負けてないつもりで走りました。最後にゴールを切った瞬間というのはどんなお気持ちでした？正直やべえ、刺されたかなと思ったんですけど、なんとか守れてよかったです。改めまして青山選手に拍手をお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてですね、青山選手、今日の勝利で19年に続いて MVP が確定となります。そのあたりのお気持ちはいかがでしょうか？もう嬉しいです。本当に皆さんの応援のおかげで、いつも苦しい時でもいつでも皆さんの声援を受けて一生懸命頑張れるので、また来年も、一生懸命頑張りたいと思います。いい形で今年1年が終われそうですが、どんな1年でしたか、青山選手にとって？今年はすごくいい年になったと思います。スーパーハンデを経験させていただいたり、いろんなことを経験させていただきましたし、まあ、優勝回数も、まあ、自己ベストを記録できたので、まあ、本当に、はい、自分の中ではもう忘れられない1年になったと思います。来年2021年の目標も聞かせてもらえますか？まあ、今年を超えられるような、成績を上げていきたいですけど、本当に今年がすごくいい年だったので、まあ、はい、来年も一生懸命いっそいっそ、シルクカップがあるので、もっともっとスピードをつけられるようにもっと練習して、頑張りたいと思います。では最後にファンの皆さんにメッセージもお願いします。はい、皆さんコロナの中、お越しいただき本当にありがとうございます。まあ、ストレスのある中、お越しいただいて、マスクをしていただいて、本当にありがとうございます。また来年も、まあ、すぐにコロナが収まらないとは思うんですけども、皆さんと一緒になってオートレースを盛り上げていけれるように、これからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。